私はパニコ、28歳の主婦です。夫の昨夜と結婚して1年。2歳年上の昨夜はとっても優しくて、何よりも私を優先にしてくれる人なんです。私のお腹には今新しい命が宿っているの。もうすぐ出産予定日、早くお腹のパニミに会いたいなって思っています。え、もう名前をつけてるのかって？そうなんです。この子の性別が判明した時に、昨夜と2人で相談して、名前はパニミにしようって決めてたの。パニコさん、起きてる？あ、義母がやってきました。昨夜の実家は、私たちが住むマンションから3つ先の駅にあるんです。義両親もとても優しくて、気遣いができる人たち。特に義母は、あれこれ手伝いに来てくれてね。実家が遠い私からすると本当に助かるんです。お母さん、おはようございます。今日はいい天気だから、お布団のカバーとかシーツとか洗っちゃいましょう。パニコさん無理しないで、大きいものは私が全部洗うから任せてね。ありがとうございます。お産は病気じゃないから動けっていう人も多いでしょ。確かに病気じゃないけどさ、無事に生まれるまでは無理はしないってことは大切なのよね。ね、こんな感じですごく優しいんですよ。あ、それでね。はい。家事が終わったら駅前のカフェでランチしましょう。オーガニックサラダとチキンソテーが人気のカフェなの。あ、もちろんパニコさんが好きなプリンもあるわよ。本当ですか？行きたいです。義母と私の間に嫁姑の争いなんか起きないんですと、この時までは思っていたんだけどね。それから小一時間、一通りの家事が終了して、私たちはカフェに出かけたんです。うわ、すごい人ですね。最近メニューを変えたらしくてね、そこから大人気になっちゃったみたい。で、何食べる？お店はめちゃくちゃ混んでいたけど、私たちはすんなり座ってランチを食べることができました。食後、運ばれてきたプリンを食べていると、義母が突然こんなことを言い出したんです。あのね、パニコさん、生まれてくる赤ちゃんのことなんだけどね。はい、どうしました？ベビちゃんの名前は私が決める。え？ほら、私女の子の名前を決めるのが夢だったのに、うちには男しか生まれなかったでしょ。だから私、ベビちゃんの名前を決めたいの。お願い、決めさせて。いいや、決める、私が決めるの。は？突拍子もないことを言い始めた義母にちょっと唖然としちゃいましたが、お母さんごめんなさい、この子は私たちの初めての子供だから、名前は夫と相談するので。ダメダメダメ、ごめんなさい、ダメです。ちゃんとはっきり断りました。シュンとしちゃった義母はちょっとかわいそうだったけど、こういうことははっきりと断らないといけませんからね。そしてその日の夜、私は昨夜に義母とのことを話したんです。昨夜はこう言ってくれました。もうお腹の子はパニミって決めてるじゃん。大丈夫、母さんがご利用ししてきたらちゃんと俺が断るから安心して。うん、お願いね。任せろ。でも私はかなり不安だったの。昨夜は優しいんだけど、優しすぎるところがあるの。私の前では私の味方でも、義母の前になると義母の味方っていう八方美人ってやつなのよ。大丈夫かな。それから数日後、私は無事に出産。ずっと会いたかった我が子にようやく会えたんです。あー、パニミ本当に天使。感動して泣いちゃいました。
出産後すぐ私は疲れ切って眠りにつきました。それからしばらくして目が覚めた時、タイミングよく朔也と義母が病室に。パニコ、目が覚めた？俺をパパにしてくれてありがとう。パニコさん、お疲れ様ね。ああ、パニオさんとパニカーさんは今病院に向かっているそうよ。うちの人も急いで病院に向かってるの。連絡してくれてありがとうございます。手を取り合いながら3人で感動を味わっていたその瞬間、その空気をぶち壊すことが起きたんです。そうそう、パニコ、名前決まったよ。名前？いや、決まったってもうずいぶん前から。私が言い終える前に昨夜は命名と書かれた紙を私の目の前に出したんです。名前はじゃじゃーん、ククだよ。え？ククどう？素敵な名前でしょ。私と息子から一文字ずつ取ったの。昨夜のクとクニコのク、ククちゃんなんて可愛いでしょ。は？可愛いかどうかは置いといて、どうして勝手にそんな話になってるの？私置いてけぼりじゃないの。ちょっと待ってよ、昨夜私たちはずっとこの子をパニミって呼んでたじゃない。昨夜だって生まれてからもパニミにしようって言ってたじゃない。そりゃそうなんだけど。え？パニミってつけるの？そのつもりです。お腹の中にいる時からパニミって呼んでたんです。知らなかったわ。出産の疲れも感動も一瞬にしてぶっ飛びましたよ。とにかくククはなしです。お母さんがこの子のことを可愛いって思ってるその気持ちはわかります。私のことを大切にしてくれているのももちろんわかっています。だったら。でもそれとこれとは話が違います。この子は昨夜と私の子、お母さんの子ではありません。そうだけど、でもね、一文字ずつ入れたかったの。私がどれだけ孫ちゃんを可愛いと思ってるか。だからその気持ちはありがたいって言ってるんですよ。でもその可愛いって気持ちを表すのに勝手に私たちの娘に自分の一文字を入れようとするのはちょっと違うと思いますよ。私は負けないの。強気の姿勢は絶対崩さないって決めていたんです。だってこういう時に強気でいかないと今後さらに苦労するって思ったんだもの。もしどうしても譲らないっていうのなら。なら私にも覚悟があるわ。離婚ね。どうして離婚？当たり前でしょ。今まで私に良くしてくれたお母さんが仮の姿でこういう風に意見を押し付けるのがお母さんの本性だとしたら、この先嫁姑の争いは避けられない事態になるでしょ。そんな。するとちょうどそこへ遅れてきた両親と義父がやってきたんです。おいおい、何をそんなに怒ってるんだい。ああ、お父さん、実はね。私は事の経緯を両親と義父に説明。すると。なんだって？義父は完全に怒りモードになっています。おいおい、名前は朔也君とパニコの2人で決めるもんだろうが、ばあさんがしゃしゃり出てどうすんだよ。一方の両親は完全に呆れモード。まったくだ。クニコも昨夜も恥ずかしいと思わないのか。パニコさん、本当に申し訳ない。だってあなた、だってもヘチマもないだろうが、お前はちょっと出過ぎるところがあるっていつも言ってるだろう。義父に一括されてまたシュンってなっちゃった義母と昨夜。だから私さらに付け加えてあげました。もしこのまま意見を押し付けられるようなら離婚するって私言いました。そうだな、価値観が合わない姑と夫なら今後苦労するのは目に見えてるからな。でしょ。ああ、パニゴさん、こ
んな息子とは離婚すればいいよ。父さん、よく考えな。それでいつでも家に戻ってきていいからな。俺たちは大歓迎だ。ああ、でもパニコたちが別れたとしても、俺としてはお父さんとは個人的に付き合っておきたいですよ。パニオさん、私もです。子供たち抜きで付き合いましょうや。お父さん。父と義父は趣味が同じってことで、顔合わせの時からすぐに意気投合したんです。今ではすごく仲良くなっていました。離婚すれば咲夜ともお母さんともパニミバ合わせないつもりだし、まあ変な父親ならいない方がマシだし。パニコ、パニコさん、孫ちゃんに会えないなんて嫌。私が浅はかだったわ、ごめんなさい。俺もごめん、パニコごめん。何度も頭を下げる咲夜と義母にどうしようかなって考えたの。でもまあ、まだ義母から引き金になるような嫌がらせを受けたわけでもないし、咲夜は今後再教育できるかなって思った私。そうね、何でもする、何でもするから離婚はしたくない。パニコさん、私も何でもするから。じゃあお母さん、今後一切私たちの決めることに自分の意見を押し付けようとしたり、勝手に物事を決めたり、あれこれ口出しをしないって約束できますか？もちろんよ。約束ですよ。ここにいる私の両親とお父さんが証人ですからね。そうだな、俺たちがしっかりと聞いたぞ。約束を破ったら二度とパニミちゃんには会えないってことだな。それから昨夜、え、優柔不断な態度は金輪際やめてちょうだい。あっちにもこっちにもいい顔して、どっちにも賛成するようなこと言って混乱させないこと。わかったよ、もちろんだよ。これからはパニコとパニミを一番に考えるから。こうして義母と咲夜はそれぞれが今後は気をつけるとみんなの前で約束してくれました。咲夜くんにお母さんよ、約束を破ったらうちの母ちゃんが本領発揮しちゃうから気をつけるんだな。その言葉に隣にいた母は二人を見てにやり、それから私とパニミは無事に退院して家での生活が始まりました。義母はパニミが生まれてからも海外しくお手伝いに来てくれます。パニコさん、パニミちゃん、今日の夜はお鍋にしましょうね。大根とお肉買ってきたわよ。あれから義母とはギクシャクしちゃうかなって思ってたんだけど、義母は今まで通り接してくれてね。だから私も水に流して普段通りにすることにしたの。だってイライラしてちゃ可愛いパニミにも悪影響よね。ドーンと構えておおらかに子育てするんだ。お母さん、いつもすみません。お母さんだって生まれてくる孫のことが可愛くて可愛くてちょっとだけ暴走しちゃっただけだもんね。パニコさん、気を使わないでいいのよ。私家事は嫌いじゃないし、パニミちゃんにも会えるしね。あら、パニミちゃん、今日も可愛いお洋服ね。これお友達が出産祝いにくれたベビードレスなんです。そうなの？可愛いけどパニミちゃんには黄色よりもピンクの方が似合うわよね。それにね、どうせならヒラヒラももうちょっとたくさんついていた方が。ごめんなさい、私つい。お母さん、パニミは何色でも似合うんです。それに私の友達がくれたプレゼントに心がしっかりこもってる。それでいいじゃないですか。そうよね、パニコさんの言う通りだわ。黄色だってパニミちゃんには似合うわよね。プリンの色だし。でしょ。じゃあ私お洗濯物取り込もうかしら。よろしくお願いします。あれ以来私たち夫婦はもちろん
義母ともいい感じの関係を築けています。時と場合によってはぶつかり合うことも大切だなってつくづく思いました。これからも周りのみんなと協力して育児頑張ります。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。